おはようございます。 NPO 法人札幌から選挙会中村です。毎日毎日見てますこのブト君の巣ですけど、今ですねちょうど親が球場を終えて出て行ったところです。で最初来た時こう一羽しか見えなくてなんかちょっとドキドキしちゃったんだけども、そうですね、上の方にちょっと見えこれね、この動画じゃ見えないかな、もう一羽、まあ、この間からねあの枝の上に上がってた子がいるんだけども、多分その子また今日も枝の上に上がってます。でもう一羽の、今ちょろちょろ動いてる子、ちょっとね、別な意味で心配事ができました。なんとなくなんですけど動きがぎこちないんですね。つまり多分なんですけど、もしかしたら足がもう生まれつきくる病か何かにかかっていてうまく動いていないのかもしれません。ちょっと不安です。まあ、このままね今日これから雨になるみたいなんですけど、何も起こらず終わってほしいなと思います。雨降ってくれるとね皆さん傘を差すので、雨降ると皆さん傘文句言わず差します。カラスのためカラスの攻撃で防げますよっていうと意地でも差さないんですけど、雨はそういう意味では本当に恵みの雨です。それではまた。